野球では一般的に流した打球より引っ張った打球の方がボールは飛ぶとされています。しかし中にはこんな常識を覆すような流し打ちのホームランを放った選手たちがいます。今回の動画では逆方向に引っ張るという矛盾した言葉を現実にした10人の選手を紹介していきます。日本プロ野球史上唯一となる3度の三冠王獲得経験がある天才打者落合博満。卓越したバットコントロールとボールを遠くに運ぶ技術で通算510本のホームランを放ちました。特にズバ抜けていたのが広角にホームランを放つ能力であり、通算ホームランの3分の1以上にあたる176本ものホームランをライト方向に放っています。流し打ちが得意だったためアウトコースが得意だと思われがちですが、本人はアウトコースが苦手だったと語っており、インコースを流すのが得意でした。しかし対戦相手はそのことを知らなかったため、得意なインコースに投げてくるピッチャーが多かったそうです。落合と同時に三冠王を獲得したことでも知られるランディ・バースは外国人助っ人で唯一2度の三冠王を獲得経験があります。しかし来日当初からこれほどの活躍をできていたわけではありません。来日2年目には27本のホームランを放ったものの、助っ人として不十分だと解雇されそうになったこともありました。そんなバースが3年目に覚醒した要因こそ流し打ちでのホームランです。浜風が強く逆方向に打球が伸びるということを同僚の掛布正幸から聞いたバースは徹底的に流し打ちを練習すると、持ち前のパワーも相まって軽くレフトスタンドにホームランを放てるようになり、これを習得した3年目はホームラン54本を記録、見事に三冠王を獲得しました。西武や巨人で活躍した清原和博、打撃三冠の獲得経験がなく無冠の帝王と呼ばれることもありますが、通算525本のホームランを打ったことから分かる通り、ホームランを打つ能力は歴代でも屈指でした。量産できた要因は広角に打てたからで、3方向に100本以上のホームランを打っているのは清原だけです。868本のホームランを放った王ですら達成していないことからもこの記録の困難さが分かります。そのため清原といえば流し打ちを思い浮かべる人も多いでしょう。数々のホームランをライト方向に放っていますが、中でも2001年に放ったこのホームランは衝撃的なものです。決定しました。集中力を増している清原、流し打ちでのこの看板直撃弾は清原を象徴する一発と言えます。二岡智博は入団1年目から持ち前の打撃センスと強肩でショートのレギュラーを獲得し、怪我がありながらも10年近く巨人のショートを務めました。中でも球界屈指と言われたのが右方向への打撃です。簡単にライト方向へとホームランを放つ姿は芸術とも称されました。特に20本のホームランを放った2007年はその半分をライト方向に放っており、ミスター宇宙間の名は伊達じゃないことを証明しています。独特なオープンスタンスから強烈な打球を放ち続けた和田一浩、強烈すぎる弾丸ライナーは代名詞ともなりました。そのフォームが功を奏してか右方向への打球も非常によく伸びたことで知られています。29歳の時点でわずか149本のヒットしか打っていなかった和田が最終的に2000本安打を達成できた要因は間違いなく右打ちの技術があったからでしょう。このホームランはあまりに多くの人が知っているため紹介するか迷いましたが、それでも今回のテーマで触れないわけにはいかないでしょう。それほどアレックス・カブレラのこのホームランは衝撃的なものです。できればファイターズとしてはゲッツーを。右打ち、伸びて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 入りました。アレックス・カブレラ満塁ホームラン。アウトコースのボールを大根切りのように打った当たりは左バッターが引っ張った打球より強烈であり、まさに逆方向に引っ張るという言葉を現実にしたと言えるでしょう。日米6球団でプレーした中村紀洋、
契約公開時のゼニゲバにも見える発言や何度も首脳陣と対立した過去から問題児の烙印を押されがちですが、その実力は本物であり、育成契約や自由契約といった瀬戸際の状況から蘇った姿を見て勇気をもらったという人もいるはずです。そんな中村といえば豪快なホームランとかっこよすぎるバット投げですが、中でも右方向へのホームランはあの落合も称賛したほどのもの。しかし本人は最後まで引っ張ったホームランにこだわり続けました。落合は右方向への打球を増やせばもっと数字を伸ばせたと語っています。逆方向に引っ張る、この言葉が今の日本で最も似合うのは柳田悠岐で間違いありません。説明不可能なレフト方向へのホームランで何度も衝撃を与えてきました。それを可能にしているのは日本人離れしたパワーとフルスイングで、特に柳田のフルスイングは打ち終わった後に背中を叩きそうになるほどです。またそれだけのフルスイングをしながら高打率を残せるのも特徴で、首位打者を2回獲得しています。西武一筋で20年以上プレーし、ミスターレオと呼ばれることもある栗山巧、今なお第一線でプレーを続けるその姿は多くのファンに勇気を与えています。しかし今回のテーマで栗山が出てくると思っていた人は少ないでしょう。打率3割以上を3度記録し、アベレージヒッターのイメージが強いためそれは仕方がありません。それでもどうしてもこのホームランだけは紹介したいと思いました。流し打ちを見せましたが、これはどうでしょう。入った、ホームラン。栗山の弾丸ライナーがポールに当たったのか巻いたのか、今シーズンの第5号。プロ2年目の2005年に放ったこのホームランは、カブレラや和田のような弾丸ライナーでレフトスタンドに飛び込んだ一発であり、衝撃的な一発です。 WBC で MVP を獲得する活躍を見せ、日本を優勝に導いてから始まった大谷翔平の今シーズン、アジア人として初めてのホームラン王を獲得し、2度目の MVP も獲得するという伝説のシーズンを過ごしました。大谷のパワーに関してはもはや説明はいらないでしょう。日本でもアメリカでも信じられないホームランをいくつも放ってきました。特に2020年に放ったこの1本は驚きのものでした。右手一本でフェンウェイパークの名物であるグリーンモンスターを超えたこのホームランに衝撃を受けた人も多いでしょう。狭いフェンウェイパーク以外ならレフトフライだったかもしれず、飛距離はそれほどではありませんが、あのグリーンモンスターを超えたというのはそれだけで大きな衝撃を与えます。それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。